ヨハネス13世はローマ教皇。出自はローマ貴族のクレシェンツケ。教皇レオ8世の死の後に選出される。これは神聖ローマ皇帝夫一世の同意を得たもので、皇帝、ローマ貴族両者の歩み寄った結果の人選であったが、皇帝側からの支援を受けていることで、ローマ貴族側からは嫌われていた。 そのため965年12月に反乱が起きて一時的に追放され966年11月までローマに戻れなかった。帰還後、ヨハネス13世はマクデブルク大司教区の設立を含む教会機構の改革を皇帝と共に行った。さらに東ローマ帝国や東方正教会の影響を排除するために南イタリアでのいくつかの広塚さ教区の設置もした。 967年の高誕祭の日、夫を二世を副帝として退官した。これは、東西両教会の和睦ないし統一を目論での行為であったとされる。夫を二世は後に、東ローマ王女、テオファネとの結婚も行っている。ヨハネス13世の死については、ヨハネス12世と同じく、三通相手の夫によって殺されたという逸話が残っている。ありがとうございます。